はい、やべチャンネルです。今日はちょっとカフェができましたので、うちの、実習学生2人、お名前は月岡るのです。はい、小芝飛鳥です。のお二人にちょっとお客さんのモデルというかをしてもらおうと思いまして、じゃあどうぞ。すごい。こんにちは。すごい。何かありますか。はい、そうですね、ちょっとそちらにちょっと石があるので、そのままメニュー表を見ていただいて、ブレンドは2種類あります、いつものブレンドっていうのが皆さんが飲みやすいすっきりした後味のブレンドになってます。とんがりブレンドっていうのがちょっと個性派なブレンドで、コクが強いブレンドになってます。で、あとシングルの単一種類の豆もございまして、今日は、何種類か持ってきてるんですけど、今ちょっと前に並べているのはドミニカの深入りとケニアの浅入りと、これはモカマタリの浅入りになります。お客様の好みを伝えていただけましたら、好みに合ったものを出させていただけます。はい、どちらにされますか。どんなコーヒーが飲みたいですか。あんまりよく詳しくないので、はい、安いやつがいいなって。はい、かしこまりました。では、いつものプレゼントをお願いします。じゃあ、こんがりで。はい、かしこまりました。座っていいんじゃないですか。あ、座ってください。いいですか。そこまで演技入れるんですか。ちょっと授業でちょっと調査実習してて押し売りされていると。そうなんですよね。普段はよくコーヒー飲まれますか。普段よく飲むんですよ。自分で聞いてやったりとかもするんですけど。あ、そうなんですよ。コーヒーに関わるお仕事をされてたりとかするんですか。そうなんです。一応ちょっとそういう系バイトですけど。どの辺ですか。緑の女の人。緑の女の人。緑のエプロン。緑のエプロンつけてる。有名な。有名なやつ。かなり有名な。かなり有名なやつ。コーヒー飲みすぎでちょっと免疫体制がついてしまって、いつもと同時高級オイルをチェックしています。いや面白いね、うん、いい感じで。今コーヒー豆を蒸らしてる状態です。最初にちょっとのお湯でコーヒー豆を蒸らすと
あの豆が広がってきて、こう旨味とかが抽出できるようになります。先にガス抜きをするって感じ。だいたい30秒ぐらい蒸らすんですけど、基本的にこの広がりきって、この広がりがなくなったところでもう蒸らし完了です。で真ん中から注いでいきます。これ、マヤさん、我々には全くなかった工程ですね、これ。それをやっぱ打っていかなかんよっていう話で、さっきから。いいかな、みたいな。ね、で僕らも教えてもらうみたいな感じにした方がいいからな。いや、いいと思います、ね。せっかくやったら、はい。こいつらすごいな。まあ、こう人によって正解が違うというか、ものなんですけど、僕らはもう素早くドリップする短時間で。するってドリップすることで、そのコーヒーの旨味の部分だけを抽出するようにしてて、なのでこう色も多分普段飲んでるコーヒーよりは赤っぽいと思うんですけど、ちょっとマナベの自転車売るときと同じ匂いがしますね。怪しいですねそれ。逆にすごいなこれ、確かに。お待たせしました。大変暑いので一気に湯を通すことで粉にお湯が滞留する時間を短くして、雑味やえぐみを少なくしてるって感じです。はい、お待たせいたしました。カリブレンドになります。大変熱いのでお気をつけて飲んでください。きれいにドリップができるとこういったようにこういった形になりますね。おー、はい、いや美味しいです。なんか雑味があまりなくとても美味しいです。食レポが始まってます。ちなみにその今日のあのファッションはどういったテーマ？いつも飲むコーヒーより香りが強くて美味しい。なるほど。なるほど。お二人は大学の地域創生コースとのことですか？はい、どういったところでその地域創生というあの分野に興味を持たれたんですか？私は中学生ぐらいから地域に携わる仕事ができればなっていうのと、あと絵を描いたりすること好きだったんで、はい、その芸術っていう分野と地域の分野両方できるから、ここに地域創生を選びました。ちなみにお二人と出身はどちらから？徳島です。鳥取と徳島の違いって感じても本当にそんなないんですけど、マジどっちも同じくらい田舎なんで、だからこそその田舎っていうところで不満を感じてるからこそ地域盛り上げていきたいなっていうところで、やっぱりいいなって。どんな不満がありますか？やっぱこう人少ないことによってこうイベントも全然ないですし、そうですね、いろいろコロナで、いやそう特に今の時期とかはないから、僕たちも今月の第3日曜にサンサンマーケットっていう新町の方のイベントに出す予定だったんですけど、ちょっと徳島アラートでなくなってしまって、そうですね、イベントもなくなってますね。鳥取と徳島が同じぐらい田舎って感じてて、徳島でまあ町づくりとか地域創生を勉強することによって、それを鳥取に持って帰ったりしたいって。そうです。なんかそのいろんな切り口があるじゃないですか、町づくりって言っても、その例えばアートとの町づくりとかいろんな多分側面があるんですけど、今どこに興味がありますか？今
いや、なんか具体的なあれがないからこそ、こうやって地域でいろいろ多方面で学んでってっていうので決めていけたらなと思ってるんですけど、っていうところです。徳島大学の矢部先生の魅力はどんなところにあるか。矢部先生やっぱり魅力を感じて。いや、もちろん。いや、こういうフィールドワークとかやっぱりコロナの今こういう時期だからこそやってるのとかもすごい楽しそうだし、人柄がもう良さそうじゃないですか。こちらめっちゃ田舎の人だったんですね。そうなんですよ。都会の子だと勝手に思ってました。え、なんでですか。わからないけど、なんとなく。パッと見、そうですよね。これだって、やっぱ田舎でこのシャツ選んでたらやばい、センスのないヤンキーとかじゃないですか。鳥取にいた反動が今のこの。反動がこの結果になってるって。砂丘イメージされてる。わかりますね、これちょっと。砂丘の砂のアート。サドルとして、いやいや、いい感じ。ちょっと違うと思う。じゃあ、まあひとまずこんな感じで、まあ、いいですね。